10月23日のリビングライフです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。大和カルバリーチャペルの副牧師倉知恵です。今日もご一緒に御言葉の素晴らしさを味わっていきたいと思います。ある本にこんな話が載っておりました。ある小学校の算数の授業、学校の先生が質問します。キャラメルがここに4つあります。2人の人で分けたらいくつでしょう。生徒たちは2つずつと答えました。じゃあ5つあったらどうなるでしょう。生徒たちは考えました。先生が求めていた答えは2つずつで1つ余るということでありましたが、みんなが悩んでいるときに一人の男の子は、わかったわかった先生と言って手を挙げました。何と言うと、その子は喧嘩になるとそう答えたというんであります。面白いと思いません？残ったキャラメルで喧嘩になるという発想です。この後先生は、算数としてはその答えはおかしいけれど、あなたの答えは間違いではない。答えはいつも一つとは限らないとお話ししてくださいました。エゼキエル書には厳しい神様の裁きが続きますが、その中にも不思議な神様の恵みが隠されているということを、今日もご一緒に見つけていきたいと思います。今日は神への愛と世への愛は両立できませんと題して、エゼキエル書23章36節から49節のお話をさせていただきます。エゼキエル書23章36節から49節。主は私に仰せられた。人の子よ、あなたはオホラとオホリバを裁くか。それなら二人に彼女たちの忌み嫌うべき技を告げ知らせよ。彼女たちは貫通し、その手は血に染まっている。彼女たちは自分たちの偶像と貫通し、私のために産んだ子供をさえ、それらのために火の中を通らせて焼き尽くした。なお彼らは私に対してこんなことまでし、同じ日に私の聖女を汚し、私の安息日を汚した。偶像のために自分たちの子供を殺し、その同じ日に私の聖女に来てこれを汚した。彼らはなんとこのようなことを私の家の中でした。それなのにあなた方は遠くから来る人々を使者を使わして招いた。彼らが来るとあなたは彼らのために身を洗い、目の縁を塗り、飾り物で身を飾り、豪奢な寝台に横たわり、その前に食卓を整え、その上に私の香と油とを置いた。そこではのんきなバカ騒ぎが聞こえ、都会からの者に荒野からの大酒飲みが加わった。そして彼らは彼女たちの腕に腕輪をはめ、頭には輝かしい冠をかぶせた。そこで私は貫通で疲れ切った彼女について考えた。彼らは今その女と姦淫をしているのではないかと。彼らは遊女のもとに行くように彼女のもとに行った。彼らはみだらな女たち、オホラとオホリバのもとに行った。しかし正しい人たちは貫通した女に下す罰と殺人をした女に下す罰で彼らを裁く。彼女たちが貫通し、彼女たちの手が血に染まっているからだ。まことに神である主はこうおせられる。私は一つの集団を彼らに向けて攻め上らせ、彼女たちを人々のおののきとし、餌食とする。集団は彼女たちを石で打ち殺し、剣で切り倒し、その息子や娘たちを殺し、
その家々を火で焼き払おう。私はこの地から乱らな行いをやめさせる。すべての女たちは自分自身を戒めて、あなた方がしたような乱らな行いをしなくなる。あなた方の乱らな行いの報いはあなた方の上に下り、あなた方はあなた方の偶像の罪の罰を負わなければならない。この時、あなた方は私が神、主であることを知ろう。23章36節にこうありました。主は私に仰せられた。人の子よ、あなたはオホラとオホリバを裁くか。それなら二人に彼女たちの忌み嫌うべき技を告げ知らせよ。オホラとオホリバとは23章から出てきました二人の姉妹、北イスラエルと南ユダ王国を表します。姉オホラの反逆の罪に倣って、今度は妹オホリバが同じように罪を行う。その忌み嫌うべき技、罪の根本が何であるかというと、38節に書かれています。なお彼らは私に対してこんなことまでし、同じ日に私の聖女を汚し、私の安息日を汚したとあります。神様の神殿聖女に偶像礼拝をもたらしたこと、そして安息日を守らなかったことがその罪の根本でした。つまり神にのみ仕えよという御言葉のプライオリティを守ることができなかった。姉オホラという言葉の意味は、天幕の女という女性という意味があります。妹のオホリバは自分の中に天幕を持つという、そういう意味です。仲介書によれば、両者ともバール宗教との関連で、その祭儀が行われる天幕を指していたであろうと。ですからリビングライフでは二重の宗教生活というようなことが指摘され解説されています。イエス様はマタイの6章24節でこうおっしゃいました。誰も二人の主人に金使えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富に金使えることはできないと、そうおっしゃられました。私たちの住むべき天幕は主イエスキリスト様でありましょう。イスラエルの民が荒野を40年さまよった時のこと、その中心にあって彼らを導いたのはモーセの幕屋でありました。それが神殿の原型となり、エゼキエル書の最後に行きますと、その神殿の真ん中に主が住まわれるという回復が語られます。イエス様は神殿とはご自分のお体であると、そのようにヨハネの2章でおっしゃられました。オホラとオホリバは本来住むべき天幕、幕屋、イエス様ではなく、自分勝手に天幕を作ってしまって、そこで安息を得ようとしたのが問題であったのでありましょう。今日のタイトルにありますように、神への愛と世への愛は両立できないということを心に留め、私たちの変えるべき愛の懐に戻りたいと、そう思います。今日もイエス様は私たちを招いておられます。すべて重荷を負って苦労している者はどこに、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。最近、もうすぐ3歳になります私の息子が家で突然こんなことを言いました。あのね、緊張が走っているんだよ、緊張が走るんだと。なんだ、緊張が走るなんて、そんな難しい言葉を覚えたのかと思いましたら、最近動物好きでありまして、アフリカの動物というテレビ番組を見ていましたら、ライオンが鹿を捕まえる場面でレポーターが茂みに緊張が走りましたと、それを聞いていて、ライオンが走る、鹿が走る、
緊張という動物が走っていると息子はそう思ったようであります。そんな息子を連れて少し前に動物園に行きましたよ。テレビに出てくるようなライオンやアフリカゾウが出てきて興奮したんでありますが、あるところでガラス越しにトラが近づいてくるのを見て、おおすごいねトラだねと言いますと、息子は、まあ、まだ3歳になりませんからガラスがあるのがわからなかったのか、本当にトラが近づいてきたのだと思ってもうびっくり仰天して私に泣きながら抱きついて、怖いよもう帰るとそう言いました。それで私は、息子よそれが本当に緊張が走るということなんだとそう教えてあげたということであります。身をもってその言葉の意味を覚えたでしょうか。聖書にはあなた方の敵が、敵である悪魔が吠えたける獅子のように歩き回っていると書かれてあります。現実生活の中でさまざまな試練が私たちを襲い、生活や命が脅かされることが起こります。家庭や職場で緊張が走るということもしばしばでありましょう。そんな時に私たちは主の天幕に逃げ込むことを忘れて、自分勝手に天幕を作りそこに逃げ込んでしまうということが多いようです。ストレス解消のために現実逃避をしたり、この世のもので満足させようとしたりする。でも目に見えなくても私たちの神様は強化ガラスバリアのように私たちの前にいてくださることを忘れてはなりません。どんなにサタンがうねり声を上げたとしても、私たちと共にいてくださる主に信頼し、このお方にお従いすることが一番の解決策であります。初代教会のリーダーであったヤコブはこう語ります。ヤコブの手紙4章8節、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち手を洗い清めなさい、双心の人たち心を清くしなさいと。二つの心、心が分かれてしまわない一番の方法は神様に近づくことだと言います。心を定め、祈りの手を挙げ続けたい。目には見えませんが世の終わりまでいつも共にいてくださると約束してくださるイエス様に信頼して、祈りを持って今日も神様の御座に近づいてまいりましょう。今日の聖書箇所テキストの結論は48節です。私はこの地からみだらな行いをやめさせる。すべての女たちは自分自身を戒めて、あなた方がしたようなみだらな行いをしなくなる。つまり神様自ら私たちが間違った行いをしなくなるようにしてくださるという約束で結ばれています。Come unto me、 私のもとで休みなさいとおっしゃられたイエス様は、不従順の罪を背負い十字架で死んでくださいました。私たちの罰と裁きをすべて引き受けてくださったのであります。ヨハネの19章を見てみますと、イエス様は首を垂れて息を引き取られたと十字架の場面を伝えています。首を垂れるというのは枕する、安息したという意味です。本当の安息と平安というのは主の十字架にあるんだということを心に留め、このイエス様のもとに戻りたいとそのように願います。お祈りを捧げしましょう。愛するイエス様、今日も私たちは自分の天幕を出て主の天幕に戻ります。
イエス様、あなたのもとで真の安息を得、力を得て生きることができますように。主イエス様のお名前によってお祈りを捧げします。アーメン。